ニコニコハローゆうです。はい、実はね、最近ちょっと恥ずかしい出来事があったんですよ。 その実物も持ってきたので後ほどお見せしたいと思います。はい。で、その前にこちらはファンティア限定なんですけども、4月1日から、17日までの、売れ筋ランキング、15選を、出しました。はい。まだ見てない作品がありましたらぜひチェックして見てもらいたいんですけども、その中で、ナンバーワンの作品がこちらの作品になります。この日ファンの岡崎さんに今までちょっとユウがいない間さ、悪さをしてたじゃないですか。しかもコラボしている女の子たちに、それらも含めて、今後の出演をやめてもらおうかなって思って、そのことを告げたんですよ、この日岡崎さんに。そしたらめちゃめちゃショックを受けまして、あんな姿は初めて見たぐらいの反応 で、その後まさかの展開になっていくんですけど、そこはね、こと細かく説明しちゃうと長くなっちゃうので、気になる方はぜひ本編で見てみてください。で、あともう一つが、庄司さんからゆっくり舐めながらチュパチュパしてるシーンが見たいというリクエストをいただいたので、それにお答えして撮ったスローレッチョリチュパチュパ編を撮った作品になります。感想としてはスローでやるからゆっくり丁寧に、チュパチュパしたんですけど、最後はね、結構顎が疲れてその分ね、けどね、唾液の量が半端ないんですよ。興奮したよっていう、メッセージも多数いただいているので、ぜひ、はい、そちらの本編は下の概要欄に You の X のリンクが貼ってあるんですけど、そこをクリックすると本編の URL が載ってあるので、そこをチェックして見てみてください。はい。ではその恥ずかしかった、出来事を話したいと思うんですけども、ですね、まずゆうは普段、ロングスカートか、こういうパンツ系を履くことが多いんですね。デパート行った日にこのパンツを履いてったんですよ。このね、パンツ、はい。で、一見普通ですよね。何もないじゃんみたいなね、思うじゃないですか。そう、ゆうもそう思って履いてたんですよ。で、トイレしたいなっつってトイレ行って、でパンツ下ろすじゃん、トイレした時に。そしたらこの股の部分がちょっとパカーンとね穴が開いてたんですよ。そう、よいしょ、これ見る、ここの部分わかるかな、やばくない、ちょっと見える、ここ、これやばくない、ちょっとさ、そう、何これって思って、みんなそういうことあります、パンツに穴が開いたみたいな、しかも股の部分ありますか、経験、やばいじゃんみたいなでもその時デパートにいるからどうしようもないじゃん、捨てるにも捨てれないじゃないですか。だから頑張ってその日はその場しのぎで、過ごしましたけど、でもよく見たらさ、ここもそうなんだけど、こっちの部分もさ、穴開き始めてんだよねこれやばいわ。なんでかなって思ったのさ、おそらく太ったからだよねって思って、そう、ちょっとさ、きついもん、この、なんていうの、股の部分痩せなきゃなっていう結論に至りました。はい、皆さんも最近
何か悲しい出来事はありましたか？よかったらコメントに書き込んでくださいね。はい、じゃあ、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあ終わります。バイバーイ。